速報、2022年8月8日に新しくオープンの巨大な大人のジャングルジムが最高に面白かったから聞いて、ドラゴンキャッスルっていうやばいアスレチックなんだけど、18メートルの高すぎるタワーには面白いコースがたくさんあって、ワクワク止まらない足の震えと戦いながら、最後は自分に勝ってゴール。車で3分のところには、日本で一番長い歩行者専用吊り橋の三島スカイウォークがあって、晴れてたら富士山も見えるの、景色すごくない。ここに来たらやってほしいのがジップライン、往復560メートルの長い空の旅ができて、吊り橋の横を猛スピードで駆け抜けるの。楽しい。静岡にある三島スカイウォークとドラゴンキャッスル、行ってみたい人は絶景で遊びたいってコメントしてね。